はいお疲れ様です,様です、えー。ほぼ毎日パーツシバということで、はい、よろしくお願いします。ますえっと今日はえー、と2024っと二千二十四年のおと十月の十二でございましてパーツシバミュージックサーカスの、えー、ギタリストリック君が、はいえー、このアトリエに来ております。はいえー、よろしくお願いします。ま,すまずちょっと乾杯します。すね、今深夜十一時。<laughs> 50ね、今日もいろいろやってきたんでね、じゃあちょっと乾杯の方をさせていただいて。よし、じゃあまず一日目。ああ、うん。まだアトリエにね、おしゃれなテーブルがないんでね、そのうち。お疲れさまです。にぶってウイスキーハイブル、おお、すごいね。だよね。 まあのまあのここもねまあ最近あのいつもあの配信で僕配信というかあの収録で撮ってるんですけど、はい、まあこの皆さんにもちょっと説明するとここのアトリエえまあ借りましてであのリックもあのこうあの一緒にこう運営というかしてくれてお金出してくれてでまあリックもね特に東京に多く来るので,で僕もあの まあいよいよ衣装とか小道具とかまあ仕事部屋がもう必要だということで <laughs> まああの結構前からちょっと探し始めてなるべくちょっと休みでね探しててまあそれでもやっぱり家借りるって家の他に家を借りるって結構大変で,であのリックがまああのこっちの拠点としてもまあ結構来るのでジャパンさん一緒にあの借りましょうよということでえまあ借りたわけでございますけれどもね、はい。 まあ,あのどうですかまあ結構大変だったよここまで仕上げるのにねすごい、まあ、建物自体は古くてもここまでね,ねあ<の>全体的におしゃれですねあとやっぱりいろいろ機材を受けるのがねすごい,いすうんでもなんか機材と服だらけ <laughs> いや本当僕なんか助かりますよこっちにね

あのみんなでここでちょっと打ち合わせとかしながら創作、うん、だからこういうそ,そっちも結構スペースあるんで、うん、まあこうやって見ると、まあ、今僕たち椅子とかに座ってるけどあれだよね45人だったら打ち合わせとかだったらね座ればね<の>いいって、うん、そうだよねって、うん、まあそんなところでございますけど、はい、まあだからねそうそうハードな。うん 本数になるけど。12、はい。34回し明日さん <laughs> 3本ね。でも楽しみだね。そうですね。で、あの福祉のさ現場とかって時々ま来てくれたことあるからわかると思うんだけど。まあものすごい熱いことになるよ。みんな元気だからそうん、ね。行って明日は言ってみたらそのあのね。いわゆる障害者。 支援施設をね1か所2か所行ってくるんだけどお祭りでねみんなただでさえそのお祭りってだけでテンション上がるじゃないそんで僕らのライブでしょもうすごい喜んでくれると思うよね楽しみですねそんでえっと船橋ね船橋のイオン僕も初めて行くんだけどまあイオンで僕ら30分沸くだよねだよねだ僕あの5時半から先にまちこちゃんがパントマイムでショーやって。 でて僕らがね、はい、PMC ライブやってっていう感じで,であのちゃんと僕ホームページ見てないんだけど、はい、あ,のあれだよねクラフトビールの祭りでステージがあってみたいな。でキッズが踊ったりとか、はい、あとアイドルちゃんが結構いっぱい出てね。 PMC と、うん、PMC 明日はねメンバー誰いるのかちょっと忘れちゃったけど、うん、まあ楽しいねライブに、うん、でまたあの18時からだからすごい気持ちいいよね夜で,ねで照明とかあるだろうから、うん、いい雰囲気になるだろうなと思ってうん、うん、であのちょっとね僕ねあのもう一杯クラフトビール飲んで ライブやっちゃおうかなパンクロックだぜみたいに行きたいところなんだけど、今新曲がちょっと目一杯なんで、はい。じゃあ僕はその中でいちゃいます。そうだね。クラフトビール祭りつんそうだね。まあ終わってから僕はイザー飲みますけど。で、あのなんだ？だから P.M.C. は年内、僕数えたらね、もろもろ入れたらまだ全然二十三本ぐらいあって。 すごいあるまあそういうワークショップとかそういうのも入れ,入れてなんだけどいや入れなくてもかなでもそのステージステージの数だけでそんぐらいあったようわい,いっぱいあるなと思ってうんでまあ特にあのリクがいるところで言うとまず今月はとにかくね明日の,明日の3本とあさって日曜日の恵比寿文化祭ね それも楽しみだからね。エビスなんてねおしゃれなとこ行ったことないんでだら、ね <laughs> まあ、うちの事務所がエビスなんですけどすね。えびすでやってだもんね。でまあそのだから日曜日の夜帰るんだよね。夜帰って、はい、で次来るのが来月の何があったっけえっとまず楠すのき祭り金,あ金曜日のだからくすのき祭りから始まって。 であとは池袋リビングかですね基本的にはそう1日から行って、うん、そうそう夜というか夕方から、うん、いやだから池袋リビングループも PMC みっちりやる、うん、考えているから、はい、で今日やったあの時間枠が来たんで急いであのちょっとタイムテーブルとか組もうかなと思って、はいうん、ライブの方はだからもう人形ちゃんとかちょうどは聴導者もいるんだな 彫像ちゃんじゃないかいる彫像さんとかもいるんだけど、はい、だもうあそこの空間も好きに使ってどうぞみたいにやろうと思って長くやりたい人は長くやりたいだろうからねそういう感じでやろうかなと思っててあれでもああとリアン文教の祭りもあった見た。 池袋だから何かをやって池袋、うん、何かをやって池袋みたいな。いいだからもう今なんかもう1日2本とかがざらになってきてるからね 2>, <ー>2本っていうか2箇所ね2現場。そうなんですよ同じ現場で2本やるのと全,く、ね、ああ全然違うからねって。まあ、でもなんか本当昔はコロナ前なんてそれが当たり前でやっててさ。 でなおかつメディアもやってるからさもうほんとね死ぬかと思ったんだけどでもなんかそういうふうにまた戻ってきてるのがやっぱり嬉しいしね,そうですねただ体力がね体力がね酒もそんな飲まなくなったしさ<ー>みんなに飲で飲ませて毎回なんか現場終わったら飲んでたからさ、はい、居酒屋行ってね今はさすがにちょっとね なんか僕来てる時ぐらいいじゃななですかこんな飲むのそうだねいやマジそうそう <laughs>、うん、あと宿あ場町大道芸祭のあのは商店街さんが振る舞ってくれるからさ<ー>事務所で,で、ねうん、振る舞ってくれるのよいやいや本当ね。ねもう歌がみんなも頑張っちゃうよねまあどうリックまだあ,あとそうごめん10月がそれがあるでしょ、はい、で11月がああのリビングかごめん、はい、リビングで,す、ね、で12月は、うん あのーまあ、宿場町、大、うんはい、これはさ、あのまだちょっと発表はできないんだけど、はいまあ、PMC は出ます、もちろん、僕がだって監修してるんで, <laughs> で、それリックも来ますんで、うんはい、ぜひ楽しみにしてほしいのと、うん、えとその前の日、要するにだからあ、まだ日にちがちょっと言えないか、ごめんなさい、うん、あの宿場町のがまだ発表してないんで、はい、えとライブやります。 はい、でこれ僕のサロンにはちょっとお話はしてるんですけど、はい、YouTube はちょっと初ですけど、うん、PMC ライブやります12月で今もう、えーっとまあ、音響はアヒルちゃんとかがやってくれて、うん、でメンバーも9名です出演者というか PMC メンバーが、うん、であのちょっとなんか洒落た感じの、えー、建物、うんね、あの四ツ谷にあるんですけど <laughs> 四ツ谷の駅のすぐのところで。 まあやりますんで、はい、まあ、それも取り掛からないとなあっていうところでございます。うんうん、なので、まあ、なかなか忙しいぞという感じで、<laughs> そうですね。<ー>はい。まだあの、今年を語るにはまだ全然早いけれども、うん、今のところでこう印象深かったことって何ある？どうなんですかね。なんていうか、あのー、その時、その時も、なんか精一杯やってんで印象。うん ですかもう次に切り替え切り替えみたいな脳になってるんであれ前何やったっけなっていうのがすごいですよねそうでだからさ余韻なんか仕たてらんないじゃんもう終わったら次のこれあ次次ってそうなんねあれで何だったっけっていう感じなんですだからなんか目まぐるしく進化はするんだよねってまあ PMC もやっぱりこの1年だけどどんどんね良くなっていってるしいやそうですよねもう の本当にあの昔二人でやってた頃に話してたのはもうだんだん形になってきてそうよそうよで全くもってその通りでさ俺のイメージとねなってくるでしょどんどんいって着々となってるなと思ってその時言ってたやつはあとだからもうパフォーマー陣はだいぶ形になってきててでまだちょっと入れたいなと思うジャンルの身体表現のものはあるんだけどまあ焦らずにやっぱりその。 長くやっていける人間となるべくね長くいってやれるだろうというふうにまず思える人と一緒にやっていきたいもんねってあとは音楽陣も少しずつ固めていければなっていうのはあるけどまあだからでも今のペースで焦らずねしっかりやってでいるメンバーでいいステージング作っていってでえそれにそれと同時にその。 人が増えていけマツコちゃんもやっぱ DJ 最初大変だったけど、はい、あの少し前に、えっと、E テレでお世話になったプロデューサーさんがいて、はい、チーフプロデューサーがいて、うん、CP いてでその方があの DJ もやるのね、うん、であの吉祥寺の方で渋谷か渋谷でちょっとやるっていうのをあのインスタで見て行ってきたの、うん、僕とマツコちゃんで。 お世話になっっててる方だから盛り上がってでその時にあの本当の本当のっていうかマツコさんの持ってるやつよりもでかい DJ のあれ、うんはい、あってでその CP がもうやってごらんやってごらんつって言って俺はんまん心配でうわまだできないでしょうと思って <laughs>、はい、でもあのその時にいた DJ の方、はい、も E テレのそれこそ岩見さんみたいにてテレで音楽,音楽とか作ってるような方々、はい、だから、はい、来てたお客さんが。うんで あのみんなでこうなんかこう使い方を教えてあげて、うん、で454曲ぐらいかな<ー>やりきれてちゃんとちゃんとやれてお、うん、すごいなと思ってでもやっぱそういういざそういう環境でやるとなってたら、うん、やらなきゃお客さんもいるしプレッシャーの中で頑張るわけじゃないでもあれが一個のきっかけで、うん、あの結構その音消えないでフェー,ダーフェーダーで下げて、うん、フェーダーは横か縦フェーダーで。 音下げてつなげをやるんじゃなくてちゃんと BPM 合わせてあの横のフェーダーでなんかやったりとかしてやっぱ腕はすごい上がってってるっていうのはねあるんでうんまあいい感じだよねってうんまあ DJ いてギターいてボーカルいてもうそれでまあ音楽としては成立はするからん無理してねそんなにそのあの音楽の方を集めるっていうなんか。 伏せするっていう感じは正直してなくて、なんか運命的な出会いというか、うん、だって、というのがあれば、あればね、あの初期にいたあのトミー君もね、あの、ほら、あの今自分のバンドで頑張ってるから、やっぱり自分のペースでねやるのがね、うちはちょっと大変ながらね確かにね、毎週で、そうですよね、毎週末だからねって。 あとリッキューどう PMC とかで考えてることととかあるる PMC で考えてこそうっすねまあとりあえず今あの結構僕いない時にそれこそ宿場町だとか、はいうん、PMC で活動してるじゃないですかだから僕は会ったことないメンバーもいるんでまだ <laughs> ああそうだねそらちゃんとか会ったことないしでも映像を見た、うん 映像見ました。すごいでしょすごいですね。すごいよ。そらちゃんなんかも最高だよ。あとは。あとは一応あるよね。あとはあります。まあね。あとゆきたさんも。もあ、ゆきたは、あ、でもあの池袋リビングで。ちらっと。会ってないか。会ってないです。あ、じゃ、会ってないかもね。あれぐらいだ。あの六本木の、ほら、アール。六本木ールスリで。あの、ファンタスティックナイトやったじゃん。イベント。あの時ゆきた、あれ、いないか。いない。 生きていないわ。うん、あ、じゃあ会ったことないんだ。あ、そうだったんだ。そっかそっか。じゃあどっかでまたね会えればね。そうですね。まあなんでそのいろいろメンバーが増えた中でまあ自分の、うん、なんていうんですかねどういう立ち振る舞いをしたらいいかっていうの。まあまあ実際だから明日やってみて。まあ明日もフルメンバーではないんですけど、ね。そうだね。だからフルメンバーは、うん、えーっとない。で今回だからベニカもいないしソラちゃんもいないから。うんはい メンバーの中でやるんだけどだから次の時11月の時は割と多いんじゃなかったかな本当ですねそれで感情をつかんでみてやっぱりやってみないとねあれなんで分からないところも薬すき祭りはそらちゃん来るよあそうですか来るしってそうだねまあどう12月の PMC ライブなんかはねもう全員集合だから楽しみだね

あの反省会できるじゃないですか。そうだね。それめちゃくちゃ大事ですよね。本当そうそう。次の日やるのと全然違いますからね。後日やるのと。宅飲みもいいしね。そうですね。楽だしね。オッケー。まあそんな感じでございますよ。はい。なのでね、まあ PMC ねバリバリ活動していきますので、皆さん応援よろしくお願いします。お願いします。というわけでチャンネル登録ねお願いします。高評価も。はい。じゃあバイバイ。